夕方ルーティンの新入浴。なんか風が南風、南東の風なのかな、これ朝はね西風だったんだけど風向きが変わったね。なんか向こうには雨が降ってそうな雲が出てるし、夕方にね、まあ、庭の味を楽しもうということでね、ニラを取って食べようかと。まあ朝よもぎとかね、でレモンバーム取って、まあそれとまた違うものと思っているんだけど、これはニラ。ニラはサビ病が出るんでね、サビ病が出るんで、これある程度ね取っていかないとね、またサビ病でめんどくさいことになるんだよね。だからほっといたら病気になるんで、取ってね食べて、で、また伸ばすと。基本的にこれはね、枯れないと思うんだけど、どうなんでしょう、枯れるのかな、やっぱ取りすぎたら。まあいろいろとあるんでね、まあそのいろいろをね楽しむということで、朝も昼もねニラは取ってないんで、まあ夜はニラにしようかと。これどうしようかな、薬味でね、生でそのままね薬味にしてもいいんだけど、まあ何種ね、肥料も無肥料無農薬でね、硬いのよねやっぱね。だからね、刻んで食べないとね、っていうか刻んで食べるしかないように、いつも刻んで食べてんだよね。クレソンがあるんだけどね、これもニラね。あ、こっちも取ってもよかったな、このニラもね。何作ろうかな、夜は。風がすごいね。いちごの葉っぱは、これもね、ワイルドストロベリーのこのいちごの葉っぱも食べれるんだけど、パセリもね、食べれるし、ただね、もうちょっと大きくなってから食べようかなと思ってて、とりあえずニラだけでいいから、ニラで何か作って、三つ葉もあるな。三つ葉は今日食べてないか。三つ葉を取ろうか、じゃあ。せっかくなんでね。どうだ、ここら辺。あんまり美しくないな、この辺の三つ葉。三つ葉もね、これ病気になるのよね。何の病気だかわかんないけど、なんか病気みたいになるのよね。カサカサになったりね。あ、ちなみにニラはね、匂いでね、もう生えているところが分かってれば別にまあ間違うことないと思うんだけど、匂いでね、三つ葉も匂いでね、もう全部匂いだから、鼻が良くないとね、こういう山菜採りって向いてないのよね。鼻がいい人はね、匂いで分かるのよね、間違ってるか間違ってないか。あ、ここら辺の三つ葉も結構美しいね。
よし、これで汁作るか。ドクダミ、ドクダミ、これも全部ニラなんだけどね。これもニラ、これもニラで、これがね、三島サイコだと思うんだよね。三島サイコって、まあ要するに生薬なんだけどね。これは食べるって聞いたことないんだけど、まあ、これも食べたいと思うような葉っぱじゃないけど、ツワブキも食べれるね。今ツワブキどんどん出てるからね。まあ、とりあえず今日は夜は三つ葉とニラにするか。これで汁ね。今日もね、夕日が差して、今日も庭が気持ちいい。